ちゃえやん。自閉の動画解放群、動画で解放とかめっちゃええやん。私、動画収録中は半袖ですけど、もちろん外出る時には上着を着ますよ。と今まで私、3年か4年ぐらい前に買った白いダウンジャケットを着てましたね。ユニクロ製ですね。でもちょっと傷んできた。だから新しいの欲しいな。そう思ってユニクロに行った。そうしたら昔みたいにモコモコしたダウンジャケットがないんですよね。それ買ってきたもの。すごく薄いんですよ。こんな薄くていいのかなって感じです。着てみましょう。あ、名前すごいですね。ウルトラライトダウン。あ、すごく軽いですね。でもあったかい。まあ、昔、防寒着というと、とにかくいろいろなものを着込む。でも今って、どんどん薄くなってくるんですよね。ヒートテックの下着を着て、そしてこのような薄型のジャケット。もう物理的な厚さ、非常に薄くて、暖かさは、昔のモコモコした服よりあったかい。ハイテク素材ってすごいですよね。昔の人が見たら何このペラペラって感じがしそうですけど、実際昔の厚い上着よりあったかいはずなんですよね。まあ特に私、厚着が嫌というよりモコモコした感じが嫌だ。そういう人にとっては嬉しいですよね。どれだけ寒くても薄い服で快適に過ごすことができる。いい時代ですね。まあ、皆さんも防寒と言ったらとにかく厚着。その考えはちょっと変えてみて、今のハイテクの薄型素材試してみてください。ちゃえやん。自閉の動画解放群チャンネル登録よろしくお願いします。自閉の動画解放群チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。 ありがとうございます。